栗田幸夫は、日本の政治家、元福井県知事、福井県鯖江市出身。福井県工業技術センターの整備や、福井県立大学の創設、サンドー無福井、福井県立音楽堂、福井県児童科学館、福井県立恐竜博物館の建設など、産業や芸術文化、学術、教育分野等において、大型公共施設の整備、拡充に、積極的であった。 交通政策では、福井空港拡張整備計画、舞鶴若狭自動車道舞鶴東インターチェンジ、小浜西インターチェンジ間の延伸開通や中部、中間自動車道基本計画の促進による高速道路網整備、北陸新幹線や美和湖若狭湾快速鉄道の新線建設計画促進、JR 小浜線電化による高速鉄道網整備、 鶴ヶ港の港湾整備などを推し進めた。蒸気のような大型公共事業を次々に進めたために、県民からは典型的な箱物優先の知事であるとの見方もある。在任期間中、高速増殖炉、文ュのナトリウム漏れ火災事故の発生をはじめとして、三浜原発2号機の電熱管破断事故、高浜原発3号機用のモックス燃料データ改ざんの発覚など、 県内の原子力発電に影響する数々の重大な出来事があった。そのような状況の中、前日の空港拡張計画や北陸新幹線建設促進に関する国に対しての要望にも絡め、国の計画によるプルサーマル実施の事前了解を出したり、文字の運転再開に向けた国の安全審査入りへの了解を出したり、 鶴ヶ原発3.4号機の増設に同意したりなど、福井県での原子力発電に対して肯定的な立場を取った。ありがとうございます。